こんにちは、倉田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、この間ライブやった後にお話ししていて、お客さんにこうフィリー・ジョー・ジョーンズってどこがすごいんですかってお話をされたんですね。でこれ何がすごいか、これね、よくわかるんですよ。僕もジャズを始めた頃に、ね、数々の先輩に何聞けばいいですかってフィリーを聞きなさいって言われたんですけど、その時僕が感じたのは正直地味な感じがして全然良さがわからなかったっていうところなんですね。まあ、ドラマーでもそう思うということは、多くの方はフィリーって何がいいのって思ってらっしゃる方は多いんじゃないかなということで、今日はそういう特集をしてみたいと思います。はい、というわけでフィリーのどこがすごいというところで、チャプターごとにこんな感じでお話ししていこうかなと思います。まあ、地味どころか思ったよりパワーヒッターですよっていうお話とですね、サポート能力のすごさ、やっぱりこう演奏をサポートする力がすごいいいと思うんですね。でグルーヴ感、前進させるフレージングっていうのを、まあこの当時まだドラムがね、そういうこういろいろこうみんな迷いながら作ってる中で、こういうのをどんどん発明していったってところですね。あとテクニカルなドラミングです。マーチングのあのルディメントっていうやつなんですが、マーチングのテクニックを使ってそれをドラムに、ジャズドラムに置き換えたみたいなところがある。音楽的アイデアは、まあ、フィリーリックって言われるやつものがあって、まあ、この辺を僕はやっぱコピーしていく上でどんどんがフィリーってすげえんだっていうふうに思ったので、一個ずつやっていきたいと思います。はい、まず地味どころか思ったよりパワーヒッターです。これ、下にリンクでビル・エヴァンストリオのやつ貼ってあるんですけど、ビル・エヴァンストリオの演奏を見てもらうと分かるんですけど、ドラムソロ結構長いです。でそのもう本当にバディ・リッチのドラムソロに通ずるぐらい ものすごくスイングしていて、でなおかつバディ・リッチはまあパワーヒッターですけど、こうタイミング的にちょっとこう重い感じが、フィリーはすると思うんですよ。本当にものすごくこう分厚い感じがしますね。で先輩がビル・エヴァンストリオを見に行った時ですね、コンサートホールで最後ハイハットの上外してビャーン投げてガシャガシャガシャーンってやって終わったみたいなことを言ってたんで、意外だなと思ったんですね。でこの当時やっぱバンゲルダさんが録音してること多いじゃないですか。マイルス・デビスなんかでもそうだし、まあいろんな、ブルーノート・レベルなんかも全部バンゲルダさん担当してることが多いんで、まあ、全体を見てドラムの音比較的に抑えめなんだなみたいな感じはちょっとするんですよ。なので実際はものすごくパワーヒッターだったと思うんです。なんか派手なドラマーだったとは思います。はい、サポート能力の凄さってことですね。相手のフレーズをどんどん進めるきめ細かいサポートがあるんですよ。これ後でちょっと説明しますね。あとね、録音の関係でね、バスドラムの音が聞こえづらいんですよね。バスドラムの音が僕はちっちゃいポータブルで聞いてると全然なくて、スニアばっかり叩いてパシャパシャしてるイメージがあったんですけど、これね、あるジャズ喫茶でこのフィリーの音を聞いた時にバスドラがズンズン来たんですね。あ、こんなバスドラ入ってんだと思って、で僕はどうしたかっていうと、いいオーディオを買うお金がなかったんで、100均みたいなところで安っちいこうイヤホンで聞いてると、バスドラの音のところがパチって割れるんですよ。パチって割れる、バスドラの音で聞こえてないけどパチって割れてるところを音符で取ってったら、わ、めちゃくちゃ繋がってんじゃんみたいな感じで思ってですね、まあ CD なんかで聞くとなかなか今日聞き取れない、やっぱりヘッドホンいいやつで聞くとかねしないと、やっぱりちょっとフィリーの凄さってわかんないのかな。まあ、セッション仕事が多くてで、ね、短時間で仕上げるんですね。ブルーノートってやっぱ当日もうレコード会社がこうメンバー勝手に選定して、当日パンって来てリーダーの人の曲を聴いて、じゃあそれをやろうかで、もう1テイク2テイク3テイクみたいなところでもう、まあ、10テイクぐらい撮るんでしょうけど、基本もう1テイク2テイク目からもう全然 OK テイク出せる。でこうミュージシャンのリーダーのミュージシャンがこう、まあ、イメージしてる通りのドラミングになるから、だからもうものすごいサポートの数が多かったわけですよね。まあ、そういう意味では音楽能力の高さは、まあもちろんピアノも弾かれるということでですね、やっぱ全体的にこう他の楽器の人が欲しいなと思っているところにうまく音が入るというかね、そういったところがあります。ちょっとフォアを、マイルスのフォアの演奏をですね、ちょっと僕電子ドラムで叩いてみますので、これ聞いてもらっていいですかね。
このメロディーにこう合わせていくじゃないですか。で、タバララッタバ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 ラって伸ばしたところを、ここを2小節空いてるんですね。で、ここをなんか埋めろって言われたら、もう、スイング時代のドラムの人だったら、タララッ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 タラッタンツタンタンタンタタタタタとか、まあ、フィルインをここでいっぱい入れちゃうんですよ。とか、シンバルレガートをしながら、タララッツクツタンカトンタバラバリララ、ここにタバララっていうフレーズが来るんですね。ここにね。その着地地点に向かって、チーチキツスニアでシンコペーションして着地して、その音を軸にまたシンコペーションして着地した音が次のこのメロディのフレーズになっているという。だから、この3発しか音を入れてない、まあ着地地点まで言って4発しか音を入れてないのに分厚く感じる。要は、なんかさりげなくうまいんですよ。で、2回目を、タバレレテレレテレレテレレタンツカンタバラバ、やっぱ次のフレーズの頭に向かってワンツースリー、今度4拍表にラフっていうこう押し込む、こう裏からこう来て、で裏に行って、でクロススティックに着地するという、もうこの2小節のフレーズだけで、まあドラムのアイデアとしてはものすごくリズムもちゃんと推進させながら、こんだけのことをたった3発で表現してるとかすごい。タタバラバラララのここの間のここの間にセブンストロークロールっていう、この要はマーチングの声を振り込んでるわけですね。トラウラっていうのを振り込んでるんですね。そしたらこの軸に歌だっただって歌いやすくなって、歌だっただ歌ん、このシンコペーションがタバラバ、次のタバラバにつながるようになって、タバラバはシャーシャーで表現して、ツッタラバラバダーダ、ここはこのフレーズよりも、ここのシンコペーションの手前のこの蹴り足に向かって手前から13ストローク、30ストロークロールで、こうダイナミックに来て、タタラッタダっていう風になってるっていうところが、もう、これを、多分こういうのって当日聞かされてやってる。まあもちろんこのマイルスのバンドの場合は、ツアーもあってるからね、もうメロディー完全に覚えきってると思うんですけど、こういったこうメロディーに対する合間の埋め方っていうのがさりげなく、しかもものすごいクオリティなんですよね。ここがもうフィリーのすごいところなんじゃないかなっていうところが、まず一つ言えるんじゃないかなと思います。はい、グルーヴ感前進させるフレーズニングっていうことですね。レガートのドライブ具合っていうのが、まあ、シンバルレガートのドライブ具合っていうのがやっぱりこう独特の、もうフィリー・ジョージョンズ様って感じで、もう表現なんか僕なんか再現できるほどのレベルではないので、まあまあ素晴らしいということですね。あとはまあスタートに、4表のシンコペっていうのは何かっていうとですね、まあドラムソロの時にフィリーさんはものすごいこう抜けた後にこのタンツッカタンジャーンってやるのがものすごく多いんですね。で、例えばここからね、ここのフィルインっていうのはこういうこと、なんかこうバーンってきた時にジャーン、このこうフィルインが来ました、なんかレガートになったらちょっとこう寂しい感じがする。そこをこういうこうフレーズがめちゃくちゃ多いんですね。だから立体的じゃないですか。タンタンカタカトツクタダーンパパンベーンパンオンみたいな、こういうこうドライブするフレーズっていうのを、まあ、作り出したっていうか、まあ多分メロディーで自分でドラムのメロディーとして浮かんだんですよね。ダーンカドンダーン、このフレーズでやるとダーンカダンダーンパパンうんうんパンうんうんうん、このドンツカダンドンパンタ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 ン歌ったっていうのが単調でなく、こうシンコペーションして着地して、シンコペーションしといて、また同じフレーズじゃなくて、一個ずらして、うっ、タンタン、シンコペーションして着地して、うらうら、みたいな感じ。相手の合いの手を入れるときに、裏入れりゃいいんでしょう、みたいな感じの人が多いんですけど、裏ばっかりだと、なんかもう一つこう、ちゃんと着地したり、もう一回ジャンプしたりっていう感覚が、こんだけの4小節のフレーズでも、ものすごくこう単調ではなくて、こう相手のフレーズをこう聞きながらこう入れていく緻密さみたいなのがめっちゃあるって感じですね。まあ、こういうところからもやっぱりこう推進させるため、このコンピングっていうのが、こういうのまあこういうのがまだでき始めた頃なので、
意外とスイングジャズの人ってこういうのものすごく同じ、撮ってみると同じ場所に入るんですけど、フィリーって必ずこういうのってちょっとずらしてたりとか、なんか単調にならないような歌い方、多分頭の中でこうちゃんとメロディーをこう歌ってる感じがすごくするって感じですね。だからリズムパターンじゃなくてドラムのこのサポートがまるでこの対戦率みたいになってるみたいなところのアイデアなんかがすごいんじゃないかなと思います。はい、テクニカルなドラミングのマーチングってことですね。マーチングっていうこの、要はマーチングってスニアだけでこう表現するわけじゃないですか。こうもうスニアだけのこう音色の違い、こう、まあ、音量もそうだし、こういう長い音を表現するロール、こういうのとかをものすごくいろいろ使って、パラディドルっていうの、もう交互に手が上がったりとか、あの下にあの貼ってあるビレバスのドラムソロを見てもらうと分かるんですけど、もう手もこうやってマーチングみたいに右手上がったり左手が上がったりとか、もう見た目でもすかっこいいし、でラフっていうこういう裏から押していくみたいなフレーズとかも、これも結構難しいんですけど、こういうのもすごく多用します。こういうのをドラムの中にこう彫り込んできたみたいな感じですね。もちろんバディリッチなんかもものすごい、まああの辺はもうスピード感っていう意味では、まあバディリッチっていうのはもう本当にすごいなって感じがしますけどね、こういうこうなんか黒人のビートみたいな感じの中にこうラフとかパラディドルが入ってる感じがもう本当にフィリーって感じがしますね。でフレーズの終わりの音からなんかこうシンコペーションして着地したら、この音を軸にも次の音が始まってるみたいな感じが、連続技がフィリーはめちゃくちゃ多いんですよ。例えばさっきのフレーズなんですけど、こういう感じなんですが、タッタってシンコペーションしてラフで受けて、タララカタカタッとで、ラタタと、まあ、このフレーズをこう繰り返して、ラタタとタって終わったと思ったら、タッタツクタって始まるんですよ。これ、まあ3ストロークだと思うんですけど、で、タカタドンタツクタってことは、これ多分3ストロークじゃないかなと思ってはいるんですが、まあちょっと諸説いろいろあると思います。ただ、フィリーは3ストロークと多分こう、オルタネートをものすごくこう、組み替える感じがするんですね、僕的にはね。で、ここから、最後、畳み込みのように、オルタネートって手交互。この3ストロークでも、交互の方が圧力を増せるので、なんかこう、後半にどんどんどんこう、重たくしていくみたいな感じですね。ものすごくこう普通じゃなかなか覚えないところでなかなかできないぐらい、こんなのアドリブでやるんだぐらいのレベルのこうつながり具合、こうシンコペーションして着地して、そしたら次シンコペーションして、シンコペーションして着地したら次そのまま裏から入ってみたいなのが、もう連続技連続技、ものすごい速いパッセージで、このフレーズが終わった途端にも違うとこからフレーズがやってきて、次に行って次に行って次に行ってみたいな、でダーンツッカダーンダーンってシンコペーションさせて次の人に渡すみたいなのが、もうこれがもうあのコピーして一緒に演奏するとフィリーのフレーズってもうそれだけで気持ちいいって思うというか、ものすごくよくできているフレーズになってると思います。というわけで、ものすごくフレージングが音楽的であってテクニカルであるということですね。はい、フィリーリックっていうやつなんですが、まあ、アドリブ中音楽が単調にならないようにセクションをガンガン作っていったって言われてるんですね。マイルスのバンドなんかでこういうフレーズが来たらこれを返すとか、マイルスがこれをやると必ずこれで返すっていうのはほぼほぼフィリーが作ってたって聞いたことがあるんですけど、例えば、クッキンっていうアルバムにね、エアージンって曲があって、これ前解説してるんですけど、このアドリブが始まったら8小節目にうたたたたたっていうのがフィリーが入れるんですよ。そうするとレッドガーラのも合わせてたりとかして、これマイコーラスやってて、フィリーもやらないコーラスもあればやったりして、みんなでこれを多分こういうの作り始めたのが、演奏中にフィリーがやってるのがなんとなくこうツアーやってるうちにだんだん固まってきて、あ、またこれ来るかなみたいな、こうリズム的音楽的アイデアっていうのをめちゃくちゃ作ってるんですね。こういうのフィリーリックっていうらしいんですけど、あのたくさんありますね。あのマイルスのバンドなんかのリックっていうのはもうこれをほぼほぼフィリーリックって言われるやつだって教えてもらったことがあるんですけど、まあこういうのを作り始めたりとかする。だからこういうバンドをただ単調にしないようにするために、こうアイデアもいっぱいあるような、そういう音楽的に優れた人だったと思います。
はい、というわけでですね、総じて、お話ししてみるとですね、バンドメンバーがめちゃくちゃやりやすいドラマだったと思うんですね。もうフィリーに任せとけば絶対にこういい出来になるんだろうっていうような形だから、本当に何百枚というアルバムに参加、サイドマンとして参加してると思うんですけど、本当にすごいドラマだったと思います。そういう意味ではですね、こうなんかこう僕もドラム始めてロックからフュージョンに行って、そこからジャズに入った時にフュージョンの華やかなこうドラムソロに比べたら、マーチングなんでスネアを中心に全部ドラムソロするし、このリズムパターンもこれタムとかこうポン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 回しながらやるんじゃなくて、全部ハイハットとスネアとハイハットとスネアとバスドラだけしか使わずにコンピングとかしちゃうんですよ。3つの3種類の音しかないんだけど、表情とかそのフレージングのこの妙とかそういったものを使って、ものすごくこうドラムのリズムの感じとこのジャズのメロディーが一体になるようなやり方っていうのをやっぱり作り上げた人じゃないかなっていうところでは、フィリー・ジョー・ジョーンズっていうのはやっぱり四大ジャズドラマでも絶対最初に上がるドラマーだと思うんですけど、そういう意味では本当にすごいドラマーだったと思います。そういう意味で一度いろいろこうちょっとリンクも貼っておいたので聞いてみると、ああフィリーすごいんじゃとか思うかもしれないですね。といったことで、他にもなんかこうフィリーこういうとこがすげえんだよとか、もうこんなのまあこんなのもあるよとこういうのもあるよとかいうのがありましたらね、ぜひコメントに書いていただけたらと思います。あと、メールマガのねメールの方にも送っていただけると嬉しいなと思いますので、ぜひいろいろフィリーはすげーっていうところをみんなでやっていきたいと思いますが、やっぱすごいんですよ。ということで、フィリー・ジョー・ジョーンズはやっぱりすごかったってことでございました。本日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方も、今のタイミングでポチッとよろしくお願いします。ありがとうございました。